オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。 Bonjour, c'est 大輔。お元気ですか？大輔です。9月に入っても暑い日が続いていますね。フランスでは9月1日から新学期が始まりました。フランス語で新学期や新学年のことを La rentrée と言います。僕の友人はパリで小学校の校長先生をしていますが、コロナウイルスの影響もあって今年の rentrée 新学期には特に気を使っているそうです。今年頻繁に耳にした Le confinementロックダウンが解除された後は分散登校をしていましたが、この9月からは一斉登校なので、どのようにして児童が密集しないようにするか、先生たちも頭を悩ませているそうです。友人の学校では、2つある大きな階段を上る専用の階段と降りる専用の階段に分けて、児童が交差しないようにしています。また手すりはできるだけ触らないようにという注意書きも貼っているそうです。8月最後の週末からはパリとその周辺の地域では公共交通機関や公共の建物の中だけではなく、屋外のすべての場所でのマスクの着用が義務付けられています。日本と同様、一進一退の状態が続いています。コロナウイルス対策をしながら日常を取り戻すのはなかなか難しいですが、それでもロックダウンの当時に比べると自由に外出ができるというだけでもいいですよね。早く今までのように自由にフランスと日本を行き来できるようになるといいですよね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は今週デビューされたばかりのエムリーヌ先生をご紹介します。それでは早速本日のフランス語レッスンを始めましょう。先ほど、それでもロックダウンの時に比べるといいと言いましたが、今日はこういうそれでもだいぶいいよねという時に使えるある身近な単語を使った簡単でフランス人がよく使う表現をご紹介します。さて、それでもだいぶいいよね。フランス語では一体どのように言うでしょうか？ヒントは、すでにという意味の副詞、デジャを使います。正解は、c'est déjà pas mal。c'est déjà pas mal。mal. C'est déjà pas mal. 直訳をすると、それはすでに悪くないという意味です。本来は、ce n'est déjà pas mal と否定のぬを入れますが、口語表現なのでぬが抜けて、c'est déjà pas mal ということがほとんどです。
パマルを悪くないと訳しましたが、フランス人は良いという時にもパマルと言ったり、美味しいという意味でパモベ、まずくないと言ったりしますので、このセデジャパマルもネガティブな表現ではなく、どちらかと言ったらいいじゃないかといういい意味を持つ言葉です。デジャにはすでにという意味のほかに、それだけでもやとにかくと話題になっていることを強調する意味もあります。ですからこのセデジャパマルは少し日本語に訳しにくいのですが、それだけでもいい方だよというニュアンスがあります。例えば、宝くじ全然当たれへんわ。でもこの間3000円当たったんだよね。うん、セデジャパマルみたいな感じで使います。ではこのデジャを使った表現をもう一つご紹介します。セデジャサ、セデジャサ、セデジャサ、直訳はそれはすでにそれですです。さあ今度の表現はさらに日本語に訳すのが難しそうですが、さて一体どういう時に使う表現でしょうか。これはないよりはマシというようなニュアンスの表現です。デジャをとにかくと訳すと、それはとにかくそれ、それがあるんだからあるだけマシだというふうに考えると日本語の意味とつながりますよね。もしくは c'est déjà bien comme ça、 このような具合ですでにいいが短くなったと考えると分かりやすいかもしれません。少なくとも何かはある、それだけでもないよりはいいよという時に使います。 c'est déjà pas mal も、セデジャサも、とても似たような意味ですよね。どちらもフランス人と会話していると結構な頻度で使います。ぜひ使ってみてくださいね。ちなみにこのデジャ、この光景どこかで見たことがあるかもという時のデジャブのデジャです。デジャブは本来はデジャビュと発音して、すでに見たもの、ありきたりなものという意味があります。心理学ではこの光景どこかで見たことがあるかもという時の既視感という意味で使われ、それが日本にもデジャブとして定着しているんですね。ぜひ飲み会のネタなどで、デジャブってフランス語やったって知ってた？と言ってみてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方は、ぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。今回のレッスンが面白かった、役に立ったという場合は、 YouTube でご覧の方はいいねボタン、チャンネル登録ボタンをクリックしてくださいね。また講師に取り上げてほしいトピックなどあれば、コメント欄でぜひ教えてください。それではまた、アビアントー。大輔先生ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は
番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は今週デビューされたばかりの講師、エムリング先生をご紹介します。英語講師の資格を持ち、2019年から英語とフランス語をオンラインや対面で教えているエムリーヌ先生は、英語教授法のスキルをフランス語の指導でも十分に活かし、文法や発音まできめ細やかで分かりやすいレッスンが魅力です。始終笑顔で優しく説明を行い、生徒が自分で正解を言えた時は自分のことのように喜んでくれるので、話すのが楽しく、50分のレッスンがあっという間に過ぎてしまいます。文法だけではなく発音の間違いも丁寧に拾ってくれるので、レッスン終わりには発音が上達したという実感を得ることができます。優しく明るい人柄と効果的な指導で、きっとまた会いたくなるエムリーヌ先生のレッスン。8時間前まで予約可能ですので、ぜひ一度ご受講ください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。